こんにちは。スターサインプロジェクトチーム01のリーダー白鳥和樹です。初めましての人もいっぱいいるかな。よろしくね。チーム02のリーダー天鷲新だ。俺様の尊さにひれ伏すがいい。これから新と2人でスターサインの新情報をお届けするよ。おい和樹、俺のセリフを受けて発言しろ。発売を予定しているオリジナル CD ドラマスターサインバース、どんなお話になるか気になってる子もたくさんいるんじゃないかな。完全にシカトするか、クソ。そこで今日はなんと本編のあらすじを特別に紹介します。新た。あ、なんだ。あらすじだよ。読んで。はい、これ。なぜ俺がそんなことをせねばならん。もちろん新たの声がすごく素敵だから。仕方ない、特別に読んでやろう。芸能事務所プレアデスプロダクション、通称プレプロは俳優育成プロジェクトスターサインプロジェクトを立ち上げた。選ばれた12人の青年たちは大手事務所での活動とバックアップを約束され、夢と希望に満ちた華やかなスタートをどうかした？次の行が黒塗りなんだが。ああ、本当だ。貴様、これをどうやって手に入れた？さっき桐人さんから預かったんだ。桐人？あ、金星プロデューサーか。俺たちに知られると困ることが書いてあるのかな。しれっと物騒なことを言うんじゃない。そこは飛ばして次読もうか。12名のうち演技実績のあるメンバーを集めたチーム01、プロとして演技経験のないメンバーを集めたチーム02、それぞれがさまざまな思いを胸に寮での共同生活をスタートする青春アクターストーリー前日譚。前日譚？そっか、前日譚だからタイトルにバースって入ってるんだね。あ、なんだ、どうした？前日譚ってことはプロジェクトの活動が本格的に始まる前の話をするんだよね。そのようだな。じゃあ俺と律が運命的に出会ったエピソードが描かれちゃうってこと？知らんわ。うわ、どうしよう、ちょっと恥ずかしいな。もじもじするな、気色悪い。あ、それ。ん？どれだ？気色悪いってよく律に言われる。なぜ嬉しそうなのか理解に苦しむ。新たは02で顔を合わせたばっかりの頃、寮でどんなことがあった？いや、それはもしかして黒塗りが必要？やかましい、察しているなら聞くんじゃない。というわけでスターサインバースは01、02ともに2023年9月29日発売です。俺たちの始まりの物語、みんなが楽しんでくれると嬉しいな。プロデューサーめ、何をどこまでばらす気だ。いや、しかし、ちなみに公式ページには黒塗りがないあらすじが載る予定です。チェックしてみてね。